テーマ6顧客の創造のための基本機能ドラッカーは企業が有する顧客の創造のための機能はたった二つしかないというマーケティングとイノベーションだこれらは顧客の創造の両輪として機能する企業にとっての成果が顧客の創造であることは分かったよねそして個々の企業は固有の社会目的すなわち使命を持っているのも分かったでは ここでもう一度、マネジメントの定義を考えてみよう。組織に成果を上げさせるもの。これがマネジメントだった。一方、企業にとっての成果は、顧客の創造だから、企業に顧客を創造させるのがマネジメントということになる。さらに、企業は固有の使命に従って活動している。よって、特定の使命に従って、企業に顧客を創造させるもの。これが企業にとってのマネジメントというわけだ。 顧客創造の機能1、マーケティング。どうだいマネジメントに対する理解が随分深まってきたと思わないかいえじゃあ具体的にどうやって顧客を創造するのかだってうーん、ナイスな質問だ。ドラッカーは企業が顧客を創造するために必要とする機能は2つしかないと断言したんだ。1つはマーケティング、もう1つがイノベーションだ。 まずマーケティングについてだドラッカーはマーケティングを顧客というものをよく知って理解し製品ないしはサービスが顧客にぴったりとあって一人でに売れてしまうようにすることと定義した要するに顧客のニーズを探り顧客が満足する価値を提供するのがマーケティングだ顧客の創造とは顧客のニーズを満足させることだよね。したがって顧客の創造にはマーケティングが欠かせないわけだ。 余談ではあるけれど近年マーケティングの世界では顧客思考が声高に叫ばれている一方ドラッカーが前に述べたような顧客思考のマーケティングを指摘したのは1950年代半ばに出版された現代の経営でだドラッカーの先見には頭が下がるところで顧客の創造は 顕在的ななニーズに対応しているだだけではダメなんだこれだと、あれが欲しい、これが欲しいという顧客の御用聞きをしているだけだとも言えるからね。では何が必要かそれは今まで知られていなかった価値を想像することで顧客を作り出していく活動だ。これがイノベーションに他ならない。一般にイノベーションは新たな技術開発によって新しい価値を想像することと解釈されがちだ。そのため、 技術革新とと訳されるることがあるよねしかしイノベーションは技術のみに特化した考え方じゃないドラッカーは人的や物的あるいは社会的資源に対して新しいより大きな富を生む能力を与える仕事と定義したこれを説明するのにドラッカーは次のような話を掲げている極北に暮らす人に対して冷蔵庫を販売するとしようこれは一見非常識に思えるでも 食料が凍てつかぬようにするための道具として冷蔵庫を販売することに成功したとしよう。これは冷蔵庫自体に技術革新は全くないけれど、顧客の新しい満足を作り出したという点でイノベーションの一つだ。マーケティングとイノベーションはあたかも自動車の両輪のように機能する。マーケティングなくして企業の短期的な事業に成果をもたらすことはできない。また、イノベーションなくして企業の長期的な成果は約束されない。そして、 この自動車のハンドルを握り、両輪を操るのがマネジメントなんだ。テーマ7。利益について考える。企業は、使命を全うしてこそ成果が得られ、その報酬として利益を獲得できるわけだ。利益獲得の基本的筋道とも言えるこのロジックは、決して忘れてはいけない。マーケティングとイノベーションを駆使して顧客の創造を実現する。 これが企業にとっての成果になり、この成果の達成度を少しでも高めるのがマネジメントの役目だ。マーケティングとは、言い換えるならば、現在の事業について考えることだ。そして、イノベーションは、将来の事業について構想することとも言える。となると、具体的にどのようにしてマーケティングとイノベーションを行うのか、という疑問が浮かぶよね。これらの具体的手法については、本書のパート2と5で触れることになる。